国鉄わら一1系貨車は、日本国有鉄道が1962年から製作した17トン積の貨車である。1960年代に全増していた、鉄道貨物輸送に対応するために開発され、汎用の二軸有会社、ワム6万系の設計をもとに、車体を最大限度まで大型化した車両である。1966年までに17,367両が、 製作された。二軸の汎用有害者で従来費2トンの増積を可能とし、後半に使用され、貨物列車の輸送力向上に寄与した。製造会社と車番の関係は次の通りである。1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正の貨物輸送体系転換で汎用的な運用が停止され、 用途を限って使用された一部の車両も1987年の国鉄分割民営化までに除籍されている。車体の基本構造はワム6万型を踏襲したもので、外部構造は全溶接の構成車体である。車体各部の寸法は二軸車の限界まで拡大され、ワム6万型に必死最大長 190mm 増最大幅 101mm 増、 最大高 70mm 像として設計された。床面積は1.3平方メートル像の17.2平方メートル、内容積は5.1立方メートル像の43.2立方メートルである。増積を可能とするため各部の軽量化を図り、床板は従来の 50mm、厚木板を 4.5mm 厚の後半に、室内の内張りは 20mm 厚の木板から8、 ミリメートル圧の後半に変更している。次長は、ワム6万系の9.7トンから9.0トンに軽減された。大枠は、ワム6万系の基本構造を踏襲したもので、軸強230ミ、mm、リメートル拡大した4130ミ、mm、リメートルとして、走行安定性を確保している。軸受けは、平ら軸受け、軸バネの指示機構は2段リンク式である。 連結機の干渉装置は従来の輪羽根からゴム干渉機に変更された。ブレーキ装置は補助空気ダメ並びにブレーキシリンダと制御弁当を一体化した KG 型自動空気ブレーキで国鉄貨車が汎用的に搭載するものである。留置ブレーキは片側の側面に足踏み式のブレーキテコを設ける。最高速度は時速 75km である。国鉄在籍車以外にも 同一設計の車両を製作し運用した事例があった。東武鉄道ではわらい系の形式を付与した同一設計の車両を1964年から1966年にかけて富士重工業にて120両製作し国鉄との直通運用認可を得て各方面に運用した。外観上、車門の表示があり車両番号直下に2本の白線を表示する点が 国鉄在籍者と異なる。越後交通では、わら一系の形式を付与した、同一設計の車両5両を製作し、国鉄との直通運用認可を得て、各方面に運用した。わら一1962年12月に試作車2両が製作され、翌1963年から量産車の製作が開始された。以後、国鉄前線で汎用的に使用された。 1963年には、わら一軽貨車の競合脱線が、鶴見事故の引き金となり、他の二軸車も含め走行時の特性が不安視されるようになったがその後も運用は続けられた。1967年からは、仮勝実験線で鶴見事故を踏まえた脱線実験が行われるようになり、わら一軽貨車も実験走行に加えられている。国鉄末期、 貨物列車の輸送体系を改組し、ヤード集結系輸送から、拠点間直行方式への転換が起とされた。この方針は1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正で実施に移され、大量の不養車両が発生することから、本形式は、ワム6万系、ワム7万系、トラ5万5000型などの形式とともに使用停止の措置が取られた。本形式は、 他の余剰車両とともに、機能を停止した、操車場などの構内に、留置の後、蓄次除籍処分がなされた。大半は解体処分されたが、一部の車両は、倉庫などへの活用を想定して売却が実施された。直後、一時的な汎用貨物の輸送需要に対応するため一部で使用が再開され、常備益を定めた上で、特定の運用に充てられた。 当該運用は短期間で終了し、1987年の JR 以降までに全車が廃車された。JR 各社に在籍者として承継された車両はないが、試作車の一両が四国旅客鉄道多突工場に保存されている。ありがとうございます。